美味しい。砂糖の味がまだ残ってて、チョコの味もちゃんとある。本当に。娘たちからバレンタインチョコいる?と聞かれても、いらないよと言いつつも、ちょっと期待しているタボパパです。はい、ということでもうすぐですね、2月14日まあ世の男性諸君はワクワクドキドキしているんじゃないでしょうかね。好きな子からねバレンタインチョコもらえるかもらえないかってね、僕もね昔はよくドキドキしたもんですよ。まあ結局好きな子からチョコをもらえたことは一回もありませんでしたがね。ということで今ですね、時代も変わって何ですか、友チョコ、女の子同士で、ね、友チョコとかいうのもね結構大変ですよね。ああいうのもね、まああの一時義理チョコとか友チョコとかもね、いろいろ大変だと思いますよ実際。ただまあもらったらもらったで嬉しいんですけどね。ということで本日はそのバレンタインにちなんで、ちょっとあるね企画というかね、まあ企画ですかね、をちょっと思いつきまして、で他の YouTuber さんとかも結構なんていうんですか、使ってるみんな大好きなグミってあるじゃないですか。でも僕グミでチョコレートのついたもの、まあなんていうんですか、チョコグミみたいなのって今まで見たことがね、スーパーとかお菓子屋さん行ってもですね見たことがないということで、見たことがないんだったら作っちゃえばいいじゃんということで、本日はグミを買ってきました。ズン。ということで本日買ってきたグミがこちらですね。まあこの普通に食べてもこれ美味しいんじゃないね、このコロロね、これあとはまあ定番の果汁グミから、あとまあ子供たちがねよく食べる、まあ、コスパもいいっていうね粒グミ、あとねこの何て言うんですか、ちょっと周りに酸っぱいパウダーみたいなのついてるこのフィットチーネグミと、あと、まあ、チョコといえばこれ合うんじゃないかというねベリーグミ、この5種類をね買ってきて、であとねこちらですね、このチョコレート、今からこのグミをこのチョコレートを溶かして、でチョコでコーティングをねして、まあちょっと冷やしてねチョコグミというものをね作って、いやうまい、美味しいんじゃないかというね、もう想像はつくんだけど、もうでも実際食べたことがないんでね、今日はねやっていこうと思います。ではまあ準備してくれて、まずねこちらのグミじゃないわ、チョコレートをね湯煎で溶かしていきまーす。ではやっていきます。はい、今ですねこんな感じでグミをね刺しました、チョコつけやすいようにね。であと今こちらねチョコレートね溶かしてきました。では今からこのチョコレートに、このチョコレートにこれをねつけて、チョコレートつけてコーティングしていきます。ではやっていきますね、これをねこんな感じで、はい、こんな感じでいいんではないでしょうか。ちょっとしっかりつけてと、であとねこれをこうやって置いて固めていきます。で今からね地味な作業をねやっていきますね。はい、今ですねチョコの方がね全部つけ終わりました。こんな感じになってます。ではこちらを今からね冷蔵庫でどうなんだろう1時間か2時間ぐらいねチョコが固まるまでね冷やしていきます。はい、
お待たせしました。今ね、2時間ぐらいかな、これ冷蔵庫に冷やしたものです。チョコグミとでも名付けましょうか。の完成です。これ始めます。ということで、早速ここからがね、ま、今回のね、ま、メインというかどんな味かっていうものをね、確かめていこうと思います。ではちょっと一個ね、こちらコロロですね。まず、うん、おいしい。うん、なるほど。今ねこれコロロですけど、うん、でもやっぱちょっとあれか、チョコの味が強くなって、でも美味しいな、強くなっちゃうけど、うん、美味しい。まあ元々美味しいでね、これコロロ。なるほどね。いやちょっと勝手に今さ、いきないですけど、どれがね一番チョコに合うかはね決めていこうと思いますね。まずコロロはこんな感じですね。では続いてこの果汁グミの、これブドウか、ブドウ味です。いただきます。コロロよりもこのグミの味が結構主張があってね、チョコとのバランスもいいと思いますね。ではおっとくっついちゃってるな、この粒グミですね。粒グミ、これグミの味が濃いのかな。うん、これいいね。あのグミの味が、元々のグミの味が強いから、チョコとのバランスすごいいい。これで歯ごたえもこれ他のグミよりこれ固め食感ということなんで、うん、いいねこれ。ではここからがですね、なんか周りに酸っぱいパウダーがついてる、このフィットチーネとフィレグミか、どっちからいこうかな、こっちからいこうかな。フィットチーネグミのコーラ味からいただきます。これどうなんだ。うん、うん、ちゃんとこの、なんていうんですか、うん、ちゃんと、初めはチョコの味が当然来るんですけど、ちゃんとね、後から酸っぱいパウダーの酸味っていうんですかね、うん、これちゃんと来ますね。初めチョコ、その後コーラ、その後最後に酸味かな、いや違うな、酸味が先かな、酸っぱいが先のコーラかな。まあまあそんな感じですね。うん、うん、これいいね。で最後このピュレグミのベリーちゃんをね、いこうと思います。こちらですね、ピュレグミのベリーです。ひょっけんちゃん、うーん、うん、おいしい。これなるほど、ベリーの味がね、チョコとベリーが合いますね。うーん、なるほどね。で今ね、ということで今ね全部ね1個ずつ食べてみたんですけど、まあ率直な感想は全部ね、チョコとグミの相性やっぱりバッチリでしたね。どれも美味しいです。ただね、食感があるグミの方が僕、これがグミの中でこの5種類のグミだと普通に食べるとこれコロロが一番好きなんですけど、これちょっと食感が他のグミより柔らかい食感なんで、これはあんま適してなかったなって感じですね。ということで今5種類の中でちょっとね、勝手にナンバーワンをね決めていこうと思います。ではチョコグミ栄えあるナンバーワンに輝くのは、ザカ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 ザン、ピュレグミベリーベリー味、イエーイ。
ということでこちらがですね、僕が今日チョコ組、まあ今までねチョコ組っていうものをあまりというか一度も見たことがなかったので、まあ勝手にじゃあ作ってみろということで作ってみた中で一番美味しかったのはこちらですね。で気づいたことがあります。まあ先ほど言ったんですけど、ちょっとグミの食感はちょっと固めの方が美味しいのと、あとねこのピュレグミと同等ぐらい美味しかったのはこのフィットチーネグミ。この2種類に共通するのがこの周りにですね、なんていうんですか、食べたことある方はご存知だと思うんですけど、その酸っぱいパウダー、なんていうんですか、ザラザラした酸っぱいパウダーみたいのがちょっとついてるんですよね、周りに。そのがついてた方がその周りなんだパウダーなのか砂糖なのかわかんないですけど、ザラザラしたのがついてた方がチョコの味に食べた後にちゃんとその酸味が来るんで、酸っぱいのがおすすめですね。ということで本日はですね、こちらねグミを使ってチョコグミを作ってみようでした。もしね気になる方は一度試してみてください。ということで本日の動画は以上です。バイバーイ。